めんどくさいし、すぐ忘れるし、で、出ないし、なんですが、やらないといけないんですよ。なので、タイムパフォーマンスとしては、まあ、最悪と言っていいかな。流れなかった一パーが偏差値70とかになるんですね。長文の勉強というのは早く、もう、できるんだったら、高1のうちからやるべき。タイパ悪くても避けて通れない教材ということで、どうも、篠原です。今回はですね、こちら、前回の方でタイパのいい教材というのを紹介しました。このタイムパフォーマンスがいい教材というのは、短い時間でパパッと勉強したらいきなり点数が上がるっていう、そういう性質の教材ですね、を紹介したんですが、今回はその逆ですね。タイムパフォーマンスとにかく悪いと。むちゃくちゃ勉強しないといけないんだけど、一向に成績が上がらないよっていう、そういう教材を紹介します。ただ、これから紹介する教材は、それでもやらないといけないんですね。それでもやらないといけない。必ずやらないといけないんだけれども、やるのがすっごい大変だよと、でも避けれないよっていうものを紹介します。で、もう最初に言っとくんですが、そういう教材、ほとんど重要な科目でした。なので、重要な科目、英語とかね、数学とか、そういう教科ほど、タイムパフォーマンス悪いんですね。タイムパフォーマンス悪いんだけれども、やらないといけない。避けては通れないよっていうことをね、今回ここで紹介していきたい。篠原の単語テストのコーナー。今回の重要英単語は、こちら。意味わかるかな？正解は動画の後半で。早速ね、もう英語の勉強で圧倒的なタイムパフォーマンスの悪さを誇るのが単語の暗記です。はい、今ね、これ速読英単語を持ってますが、これ速単が悪いってわけではないです。もう速単以外の教材も全部一緒。正直言って、単語の暗記はめちゃくちゃ時間かかりますし、勉強したことほとんど出ません。もう断言しますし、分かってますよね。やっても出ないんですよ、ほとんど。まあ、1000個覚えて、やっと1個出るかどうかじゃないですか。500個覚えて1個出るかどうかぐらいですよね。めっちゃ大変なんですが、ご存知の通り。避けて通れないんですね。タイムパフォーマンスは確かに悪いですが、絶対にやらないといけないということで、まあ、このね、単語の勉強は大変なんですが、これだけは頑張ってほしい。もう、残念ながらこれだけは頑張ってほしいと思います。一応僕の塾、篠原塾では1週間に100個覚えましょうというふうにしています。1週間に100個、まあ何らかの単語帳、速読英単語でもいいし、学校でもらってる別の単語帳でもいいんですが、それの見出し語だけ、その英語から日本語が言えたらいいよと、日本語から英語はできなくていいですよと、派生語無視してください、第二義語無視してください、アクセント無視してください、発音記号無視してください、もう第一義だけ英語から日本語言えるようにしましょうということで勉強していこうっていうふうにしています。まあ一週間に100個、それでなんとかやっていって、別にその後忘れちゃうのはしょうがないんだけど、一旦週末の段階では100個覚えた状態にしてくれということで勉強計画を立案してますね。おそらくこれが一番効率がいい単語の勉強法です。多分これよりも効率よく勉強することはできないと思うんですが、まあそれでもね、やっぱり2週3週1冊の単語帳2週3週しますんで、まあ結構大変だけどやらざるを得ない。まあ正直単語帳やらないで大学に受かるってことはありえないんで、頑張ってほしいですね。そういう感じで単語の勉強はタイパは悪いんだけど、圧倒的なタイパワルファ起こるんだけど、やらないといけない。そういうところになります。で、二つ目も英語です。英文法の網羅系教材です。これはどういうことかなんですが、英文法の勉強っていうのは、まあ、頑張るじゃないですか。で、頑張ったところで出るところってほとんどないんですよ。まあ、例えば共通テストはほとんど出ません。まあ、出たとしても1問ぐらいです。英文法の知識がないと解けないみたいな問題が、まあ、1問ぐらい出るんですが、まあ、そんぐらいです。まあ、私立大学を受けるとかね、じゃない限りは、そんなにこう、英文法のゴリゴリの問題が出るってことはないんですね。ないんですが、でもやらないといけないんですよ。やるとなったらこういう網羅系のやつをやらないといけないんですが、まあこれやったらわかるんですけど、めちゃくちゃ大変です。めんどくさいです。めんどくさいし、すぐ忘れるし、で、出ないし、なんですが、やらないといけないんですよ。なんで出ないのにやらないといけないのかなんですが、英文法をサボるとどこに影響するかっていうと、出るところに影響するんですね。英語長文だとか、和文英訳だとか、英文和訳とかに影響するんです。なので、土台の基礎固めとして英文法はやらないといけないんですが、まあめんどくさいし、出ないもんだから、やらなくていいっていう人がいるんですよ。あるいは、やるとしても、こんな網羅系の大変なやつじゃなくていいよと、もうちょい基本的なやつだけやればいいよ、みたいなことを、まあ言う人がいるんですね。で、ほとんどの人は、そっちに流れちゃうと思うんですよ。やっぱり楽したいから、人間楽したいんで流れちゃうと思うんですが、流れる人が 99% だからこそ、流れなかった 1% が偏差値70とかになるんですね。こういう網羅系の英文法教材をやっておかないとどうなるかって
ていうと、この後和文英訳だとか英文和訳とかありとあらゆるところで詰まります。あれここわかんないな、これどうなんだろうなってなるんですが、それを全部英文法の網羅系教材で一旦その地雷を踏んどくというか、ミスっておけば、その後忘れたとしても、あ、ここ英文和訳上大事だったよなとか、あ、ここ英文法でやったよなみたいな感じで思い出すことができるんですね。なのでこのね、ネクステージに限らず他の教材でもいいです。ヴィンテージだろうが、アップグレードだとか、別の教材ね、学校でもらってるかもしれませんので、それでも構いませんが、何かしらの網羅系教材は絶対必ずやるように指定しています。もうじゃないと後で困ることがもう明らか、分かってるからですね。ぜひこういう網羅系の英文法教材は必ず何か一冊はやるようにしてください。三つ目、これもね、英語です。はい、こちら英語の長文の音読です。今ね、これ英語長文のレベル別問題集東進から出てるやつの L&R の方を持っていますが、こういう何らかの長文問題集をやらないといけないんですね。で、やらないといけないだけじゃなく、その英文を音読しないといけないんです。英語長文の音読をしないと英語はできるようにならないんですね。これはね、この本持ってるからこの本じゃないといけないのかって思うかもしれませんが、これもそんなことはありません。別の教材でも OK です。例えば冒頭紹介した速読英単語でも、あれの長文の音読でもいいですし、まあ別の教材でも何だって構いません。まあできたらやっぱり英語長文の問題集がいいかなと思いますが、もう何だって結構です。長文の音読は必ずやらないといけないんですね。これはどういう感じかっていうと、まあ運動部だったらわかると思うんですが、まあランニングです。例えばですが、野球部だとかサッカー部だとか、まあ僕柔道部だったんですが、どの部活でも必ずランニングってやると思うんですよ。で、これなんでかっていうと、それが基本だからなんですね。まあ想像してみてください。正直ランニング一切しない、走り込み一切しない野球部とかサッカー部がインターハイとかに出れるか、出れなさそうじゃないですか。無理そうですよね。みたいな感じで、英語長文の音読せずして、まあそういう上のレベルっていけないんですよ。なので絶対音読はしてくれと。これはね、やらないといけないってことは分かってる人多いと思うんですが、よくあるのが単語とか文法が固まってから長文の音読しようっていう人が結構います。で、これはね、避けた方がいいかなと思いますね。長文の勉強っていうのは基本的にはまあ体感2年はいります。最低でも過去問演習期間含めると上の大学だったら3年いりますね。なので長文の勉強っていうのは高1からやらないと間に合わないんですね。なんか知らんけど、そういうね、単語文法をやってからって人非常に多いんですが、まあ、僕の塾篠原塾ではそんなことは言いません。もう簡単でいいから、高校入試レベルでもいいから長文は早めにスタートしてもらって、どんどん音読して早く読む練習というのをやっていかないと間に合わないと思っています。実際この指導方針で僕の塾はまあこちらね、もう何人も京大に受かったりだとか、こちら早稲田とか慶応に受かってるんで、まあこの指導方針が正しいと思いますね。話を戻して、長文の勉強というのは早く、もうできるんだったら高1のうちからやるべき。これがタイパは悪いです。2年かかるんでめちゃくちゃタイムパフォーマンス悪いんですけど、やらないと長文問題が解けません。長文問題が解けない、時間が足りなくて解けないっていうことは不合格です。なので、絶対にやらないといけない。2年かけてでも3年かけてもやらないといけないというのが、長文の音読です。で、4個目、5個目。これもね、英語を入れようと思ったら入れれたと思うんですが、まあ、英語ばっかりだとなっていうことで、こちら、数学です。まあ、特に数学の網羅系教材ですね。で、これはね、よくいるのが、網羅系しんどいから、やめたい、逃げたいっていう人が、すんごい多いんですよ。すんごい多いんですけど、これはね、申し訳ないけど、頑張ってもらった方がいいと思いますね。どういうことかというと、これまでいろんな生徒ね、まあ、いろんな大学に送り込んできてますが、やっぱりね、コンパクトにまとまってる教材をやって、成績が上がるかっていうと、やっぱ上がりにくいんですよ。頭打ちするんですね。ある程度まだ行くんですけど、そっから頭打ちする。なんでかっていうと、ここが重要だと。で、この周りも、まあ、重要っちゃ重要みたいなのがチャートは載ってるんですよ。ところが、基本的なものだけまとめましたって載ってないんですよね。もう真ん中しか載ってないと。ってなると、枝葉のところが一切ないもんだから、そっから次のステップなかなか行けなかったり、枝葉のところ聞かれたら間違いなく失点するっていう状態になるんですよ。やっぱりチャート式とかをやっておくと、そんな心配はありません。しっかり勉強しておけば、まあここに載ってないやつが出たら他のやつらもできんだろうという感じで OK ですし、そっから後の応用問題とかも勉強しやすいんで、こういう網羅系教材、まあチャートじゃなくてもいいです、フォーカスゴールドとか、そういう網羅系教材は俺はやった方がいいと思いますね。ただめんどくさいです。タイムパフォーマンス、まあ数学自体悪いんですよ。いろいろ勉強したところであんまり出ないかったりとかね、それでもできなかったり、試験会場に行った頃には解放忘れてるとかね、そういうことが非常に多いんで、数学自体まあ正直タイパ悪いんですが、でもチャートはやっといた方がいい。その次のステップのこととかも考えるとやっといた方がいいし、まあ避けては通れないですね。こういう網羅系教材をやらずして、数学で高い偏差値取って他の受験生に差をつけることができるか、まあ厳しいんじゃない。いわゆる普通の大学はそれでもいい
いいかもしれませんね。普通の大学だったら他の受験生もまあ低気に流れて、そのあんまり問題数の載ってない基本的なことしかやらないみたいなやつで、まあ、ちゃちゃっと済ませる人が多いですから、低気に流れていいんであれば、そういう大学受けるんだったらいいでしょう、やらなくても。だけど上目指すんだったらやっぱりやるべき、タイムパフォーマンス悪くても大変でもめんどくさくてもやるべき教材かなって思います。ラスト5個目いきましょう。こちらです。カバー取ってるんでよくわからないと思いますが、実況中継です。で、この実況中継という教材に関しては非常に素晴らしい教材なんですが、まあ日本史、世界史、地理、あるいは物理とか科学でもこちら漆原の面白いほど解けるだとか、科学だとこちら宇宙一わかりやすい高校科学だとか、こういう幅広くわかりやすく教えてあげますよ的な教材があると思うんですよ。こういう教材は非常に優れた教材です。篠原塾でもほぼ必ずやるように指定する、そういう教材ではあるんですが、一個欠点があって、やってもあんまり成績が上がらないんですね。どういうことかっていうと、こういう分かりやすい網羅的にやりますよ、基本的なことを抑えてあげますよってやつっていうのは分かるためにやるんですよ。で、分かった、なるほど、そうだったのか、へえ、面白いな、日本史って科学って面白いなっていう風になって点取れないんですよ。なんでかっていうと、受験勉強で一番大事な暗記だとか理解っていうところに結びついてないんですね。特に暗記になってないことが多いんです。こういう網羅系教材っていうのは確かに全体像を理解する上ではいいんだけれども、まあ暗記してないもんだから点が取れないし、理解に関してもなんか分かった気がするで終わってるんですよ。まあこれ多いのが映像授業とかもそうですね。映像授業とかも聞いて、へーはーおもろいな、この授業神授業やーと思って点取れるか、取れないんですね。なんでかっていうと覚えてないからみたいな感じで、こういうまあ実況中継もそうですし、分かりやすい系の教材の注意点としては、やっても成績はそれだけだと上がらないよと、覚えないと上がらないよっていうところなんです。なのでタイムパフォーマンスとしてはまあ最悪と言っていいかな。この実況中継、例えば日本史だったら4冊ありますが、4冊全部勉強しても、じゃあ宇宙一分かりやすい高校科学やりましたと、理論ムキムキやりました、全部読みました、点取れますか、取れないんですね、覚えてないからっていうことになりがちなんで、読んだところで点は取れない、やったところで点は取れないんで、タイムパフォーマンスは悪いんですが、でもやらないといけない。なぜかというと、その後にやる、例えばですが一問一答だとか、セミナー科学だとか、そういう演習系教材、暗記系教材に進むためにはやらないといけないんで、やらないといけないけれどもタイパー悪い、だからやるんだったら早く終わらせないといけないよっていうのが、こういう勉強になります。篠原の単語テストのコーナー、回答編。この単語の意味、正解はこちら。重要な単語だから覚えておこう。はい、ということで今回5つの教材を紹介しました。まあ単語帳、英文法問題集、英語長文問題集、数学の網羅系教材、理科とか社会の全体像を把握する系の教材、これらの教材っていうのはタイムパフォーマンスとしてはあんまり良くないんだけれども、まあやらないといけない、やらざるを得ない、やらないと次のステップに行けない教材だということで、ぜひ頑張ってやっていきましょう。まあ前回ね、こちらタイパのいい教材っていうところも紹介しましたが、このタイパのいい教材含めタイムパフォーマンス悪い教材といい教材を組み合わせて勉強していくってことが必要になってきます。それが何かというと受験戦略なんですね。この受験戦略を作る上で大事なのが、誰が作るのかということになります。まあ正直こういう受験戦略や勉強計画っていうのは素人が作ってもうまくいきません。やっぱりプロが作らないとうまくいかないんですね。なので誰に頼るのかっていうことが重要になってくるんですが、もし今周りにそういう頼れる先生がいないんであれば、こちら僕の方で LINE の無料電話相談をやってるんで、これに申し込んでください。この LINE の無料電話相談では、誰に戦略立案を頼めばいいのかってことを提案しています。例えばですが、僕篠原が戦略立案をやるのが篠原塾だよだとか、あるいはどこどこ予備校その大学目指すんだったらおすすめですよだとか、あるいはこれこれっていう先生がいいですよだとか、もういろんな選択肢があるんですが、じゃあ誰を頼ればいいのかっていうことをアドバイスしてるんで、今正直ね、勉強計画は自作だとか、っていう場合はこれに申し込んで、まあその自作の勉強計画うまくいかないですから、これまで何人も話してますけど、まともな勉強計画だったこと一回もないんで、ぜひこの無料電話相談に申し込んでいただいて、誰に頼るかを決めてもらえたらなと思います。興味があればこの LINE の QR コードを読み取っていただいて、スタンプを送ってくれたら、そこから予約制でやってるんで、今のうちに申し込んでください。ということで今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。